ロスさんの応援行くじゃん、うんうんうん、野球あ練習してんだっけ練習してんの今なぎる、うんうん、なんかさ手首がめっちゃ痛くなって腱鞘炎とかじゃないえでもこれでさちょっと本番できなくなったらさ元も子もないからちょっとセーブしながらやってんだけど、うんうん、病院行けよねちょ今ネガマイブームだったらネブーム来ちゃって10分前に10分前に一笑いしたから今元もうご飯もう変に当たったよ ねあじゃあもう呼ぶ何ぬねちなみにのんちゃんはメダパの騒がしいオープニングトーク聞いててどうだった？ね第一に思ったのは、うん、あのかんちゃん怪我しないでねっていう あそこだ あそこ野球のね、うん、そうだよねいやまあ本当にね気をつけます、ね、かんちゃんしかも病院嫌いで全然行かねえもんねそう行かないの嫌いなんだよね痛いんだよねとか言いながらみんなが病院行なんて、うん、そう1年間そう言っても行かないの1年間同じ痛みを味わい続けてる彼女は上様のやつは許可した足浴、うん、あれ はリンクトゥーザフューチャーが終わってからさ、うんうん、あのドルケとミラパが先にさ、うんうん、パフォーマンスしてたじゃん、うんうん、その裏で待ってる時にういさんがあの好き放題していいって聞いてきてなんかいいよって言っちゃって、うんうん、そしたらなんか歌普通に歌ってたんだけど、うん、そ皆さんの反応の方が先に目に入って、うん、うわーっていう声と、うん、あの皆さんの表情が見えてえ何をしてるのこの人はってかわいい思ったかな、そうでそしたらなんかねえねえなんか言う何なんかチューみたいなことをしてたかわいいことをもうさ映像付きで見てほしいなんかコッペ育てたんだよ、うん、それはだっていつもさやってくる時だったからこの私欲を出さない時もあのこうずっとねツンツンツンってそうしてたのよ、だからそれが来るのかもうちょっとこうブスブスってやられるのかと思ったらなんか違うことをしてたみたいかわいいねと思ったでもスリブってなんか独特なさ関係性だよね、うん、スリブの後にパフォーマンスとかだと倒れてる人がいるもん、うん、起き上がり途中の人とか見えるもんたまにあ始まったみたいないいよねわかる本当にミラパーもさなんかダチみたいな感じじゃないかも俺はビッグレンドそうそうなんかその上下関係もさ、うん、ルリメグはなかったしさ、うんうん、でなんかそうだからなんかそういう感じだけどドルケはなんか憧れとかわかるなんかそのなんて言うんだろう、うん、ちょっとつらいじゃないけど そのエモみたいな方が来るじゃんそうなんかお互いさ、うんうん、支え合うみたいな、うん、そうそうそうなんかそのおひだい合うみたいなさ一学年やめてそのそうなんかさ支え合って人ね人みたいなしかも片方負担すごいしこれめっちゃ楽しいよねハッピー至上主義ってめっちゃ楽しい、わかる、楽しい以外のこと考えてない、うん、やってる時ね、そう、うんうん、そう、うん、いいんじゃない、うん、いいんじゃない楽しそうでめっちゃ楽しかった何よりですけどかんちゃん見ててどうだった楽しかった賞味楽しすぎた本当に賞味楽しかったけどやっぱあのレコーディングの時のあのあライン受験と友達の LINE は一生忘れません私は本当にということで本日の放送いかがでしたか受験うんめっちゃ楽しかったあよかった、 よかった、うん、うちの横でよかったねうんありがとうでもちょっとさ真横向いて喋れないのちょっと悲しいえ、かわいい、かわいい確かに目あんま合わなかったねなんかまあ、うちはいっぱいあったけどねでも、かんちゃんとも会ってる、ね、合ってるもんちょっとでしょあんま舐めたこと言わないで来週はかんちゃんともいっぱい目合わせますよっしゃバーカバはい、喧嘩しないのね何ぬねよかった、仲直りして